バスクペロタは、選手自身の手、グローブ、ラケット、バットなどを用い、壁に向かって、ボールを打つコートスポーツの総称である。ペロタバスカや単にペロタとも、ペロタという単語は俗ラテン語のピーラタという単語に、由来している。小さなピラタを表すピーラという単語は、パイラスを詰めた皇室のアーザブ、または、川製のボール、または、耕すを表す、ラテン語のペレイ、打つを表す。 ラテン語のペロ、小さな玉を表す英語のペレットに関連している可能性がある。ラブールのアイノアにある競技場その起源は古代、ギリシアや他の古代文化に遡るとされる。歴史的には中央線ヤネットを挟んで2チームが向かい合って行われたとされる。ハイナー・ギルマイスターは1990人の著書テニスの文化史でヘンリー7世の会計記録がペロタに関する最初の 言及とし、その記録には、イギリステニスとバスクテニスの間には大きな差がなかったと書かれていることを明らかにした。ギルマイスターはさらに、バスク地方でペロタが初めて描写されたのが1629年であるとしている。このスポーツの起源は1700年頃に歴史的なジュドポームが衰退したことに関連しているとされる。歴史的なジュドポームは、ラケットを使用する。 近代的なジュドポームに発展し、やがて現在のテニスに進化した一方で、農村部やピレネー山麓のコミュニティでは、歴史的なジュドポームの伝統が維持された。ジュドポームは、バスク地方では、パサカやラショアと呼ばれる、独特の様式の球技に発展し、競技者が中央部のネットを挟んで対面する代わりに、壁に向かってボールを投げつけるようになった。 ジュードポームがペロタに発展したとするのが、テニス史の定説であるが、日本体育大学大学院教授の稲垣正宏は、この常識に異論を唱え、遊戯性の強い対人ゲームのジュードポームから、再視性の強い壁打ちゲームのペロタに、先祖がエリとも呼べる進化をしたとされること、ラケットを使用して、魅力を増したジュードポームから素手での打撃にこだわるペロタに、やはり先祖がエリとも呼べる進化をしたとされることの、 合理性に疑問を投げかけている。かつてのペロタは、祭祀儀礼だったとされる。現在でも山間部の集落のペロタ競技場は、カトリック教会に付設され、集落で最も見晴らしの良い場所に立地している。稲垣は、太陽信仰の祭祀場としてのペロタ競技場が先に、あり、後から、隣接地に教会が建てられたのではないかと、推測している。稲垣はペロタのルーツを、 素朴な戦闘技術としての石投げの実践訓練に求めている。ペロタ研究者のチピテ・エチェトによれば、ペロタが初めて文献に登場するのは19世紀初頭のナポレオン時代に行われた試合であり、その試合は今日では珍しくなったレボットと呼ばれる種目に近かったとされている。19世紀半ばにはペロタのブームが爆発した。1860年頃には、 ペロタ選手のガンチキリトゥルビデによって、チステラと呼ばれるバスケット上のラケットが導入され、信じられないほどの速度でボールを打ち返すことが可能となった。19世紀末には優勝者がチキートでカンボと呼ばれ、大きな人気を得たほか、当時のスポーツ選手としては最高の敬意を払われた。1900年パリオリンピックでは、正式競技として開催され、1920年代には、 初の公式大会が組織され、1929年には国際バスクペロタ連盟が設立された。1952年には国際連盟による世界大会が開催され、この大会は1958年から世界選手権に移行した。今日、ペロタは様々な国でプレーされており、ヨーロッパではスペインとフランスの特にバスク地方に集中している。 スペインとフランスの他に、バスクペロタの国内連盟がある国には、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カナダ、コスタリカ、キューバ、チリ、ドミニカ共和国、エクアドル、エル、競技のルーツが理由で、名選手はバスク人かバスク系人であることが多い。ラテンアメリカでは、特にアルゼンチン、チリ、ウルグアイ、キューバなどで人気がある。 賭博の対象としてプレーされているハイアライはアメリカ合衆国のフロリダ州、コネチカット州、ネバダ州、ロードアイランド州など一部の地域で見られる。スペインのバレンシア州ではバレンシアピロタが国民的なスポーツとされており、バレンシアピロタはベルギー、北、イタリア、メキシコ、アルゼンチンでもプレーされている。国際バスクペロタ連盟は1929年の創設以来、 ペロタの各種別各種目でのボールの重量、ルール、コートサイズなどの標準化に取り組んでいる。ペロタは競技場のサイズで4種別に分かれ、ボールの材質や打ち方などで14種目に分かれる。14種目のうち2種目は男女それぞれがプレーしており、他の12種目は男性のみがプレーしている。この標準化によって、国際レベルでの選手権の開催が可能となり、 また世界中の選手やチームが同一ルールで競技することが可能となった。しかしこの標準化には批判もあり、純粋主義者は元の形質の一部が失われる可能性があると主張している。ハンドペロタは素で、または最小限の防具を用いて行うペロタである。バスク語ではエスクウスカ、またはエスクウスカコピロタ、スペイン語ではペロターマノと呼ばれる。 伝統的なボールは硬い角の周囲に羊毛を巻いて皮で覆う。標準的なボールは92から9 5ムであるべきとされる。長さの短いコートを用いシングルスまたはダブルスで行われる。伝統的また専門的にはハンドペロタは男子選手のための競技であり、打撃する方の手が腫れることで一般人と区別できる。メキシコ、南アメリカ、キューバ、 イタリア、アメリカ合衆国の多くの州、特にフロリダ州などで行われている。スカッシュやファイブスによく似ており、選手は相手選手の手の届かない場所に向かって壁に対してボールを打つ。詳細は、ハイアライを参照ヨーロッパ以外で、ハイアライとして知られる競技はバスク語やスペイン語ではセスタプンタと呼ばれる。ハイアライでは、 籠ゴ状で細長く湾曲した特殊なグローブを使用する。このグローブは1860年頃にガンチキリクルビデによって導入された。ロングバージョンは1888年にメルヒオール、カーチジが導入した。選手はこのグローブを使用してゴムボールをキャッチしメインコートに投げ返す。バスクジ治州政府はハイアーライを地球上で最も速い試合であると主張しており。 1979年8月3日にアメリカ合衆国ロードアイランド州のニューポートハイアライ場でホセラモンアレーティオが時速 302km を記録した。パレタゴマはアルゼンチンパレタゴマとも呼ばれる。短く幅の広い木製のバットを用い、固形でも中空でもないガスが充填されたゴムボールを使用する。パレタゴマは男女それぞれがプレーでき、 アルゼンチンで発明されたペロタのバージョンの一つとして広く普及している。その他の種目にはパレタ・クエロ、パラ・コルタ、パーラ、ホコガルビ、レモンテ、シャレ、フロンテニスなどがある。初代優勝者のアターノ3世出場選手と契約を結んでいるアセガルセとアスペが主導し、バスク地方ではバスク・ペロタのプロリーグが開催されている。1940年、 スペインバスクペロタ連盟はカンペオナートマノマニスタを初開催し、当初は各年で1950年以降は毎年開催されている。初代優勝者はアターノ3世であり、最多優勝者はデテニ2世である。優勝決定戦はギプスコア県産セバスティアンのアターノ3世競技場、ギプスコア県エーバルのアステレーナ競技場、 ビスカヤ県ビルバオのビスカヤ競技場などで開催される。1957年からは素手部門2部も開催されている。1994年、テレビ映像を制作するアセガルセは、中継でボールが見やすくなるように、競技場の床面を緑色に彩色した。主要大会アメリカ合衆国では、ハイアーライがプロスポーツとして開催されており、 パリミューチュエル方式による賭博の対象となっている。プロ環境では賭博のニーズに適したキニエラスと呼ばれる特別なプレーをすることが一般的である。プロのゲームは賭博に開放されており、アメリカ合衆国山川では賭博がこの競技の人気を高めている重要な側面でもある。各国連盟の他に企業リーグなどのプロ大会も存在する。 ハイ・アライ選手を擁護する組合として国際ハイ・アライ選手協会がある。1952年国際バスクペロタ連盟による国際大会がリブレ広場で初開催された。1958年にはこの大会が世界選手権に移行した。1952年から2010年までの世界選手権における国別獲得メダル数は以下の通りである。 1952年大会からのメダル数を合計している。1952年から1970年までは銅メダルがなかった。1900年のオリンピックで競技中の選手、1900年パリオリンピックのバスクペロタ競技も参照バスクペロタは1900年パリオリンピックで正式競技として開催されたが、出場したのはスペインとフランスの2カ国だけだった。 1924年パリオリンピック、1968年メキシコシティオリンピック、1992年バルセロナオリンピックでは公開競技として開催された。1924年のパリオリンピックでは3種目が開催され、スペイン勢が3個の金メダルを獲得した。1968年のメキシコシティオリンピックでは5種目が開催され、スペイン勢が2個。 メキシコ勢が1個、フランス勢が1個の金メダルを獲得した。1992年のバルセロナオリンピックでは10種目が開催され、スペイン勢が5個、メキシコ勢が3個、アルゼンチン勢が2個の金メダルを獲得した。バスク地方出身の映画監督であるフリオメデムは、バスクボールという映画を撮影し、ペロタをバスク政治のメタファーとして用いた。イェルゲンレスは、 ペロタというドキュメンタリーを撮影した。フィリップ・リー・コックによる1956年のザ・スパニッシュ・ガーデナー、ラッセル・ラウズの西部劇、サンダー・イン・ザ・サン、1978年のイタリア映画、パリ・イ・ディース・スパリにはペロタが登場する。テレビドラマ、マット・メンのシーズン3第4話、遺言では、ヴィンセント・カーシー・ザー演じる営業マンがアメリカ合衆国で、早洗いを反則したい。 クライアントを演じている。ザ・シンプソンズで、ホーマーの同僚であるレニーは、ペロタ競技場に住んでいることが明かされている。ラグビーフランス代表のイマノル・アリノルドキは、フランス領バスク出身であり、14歳で、ラグビー選手に転じる前はペロタをプレーしていた。アメリカ合衆国西部にある、ネバダ大学リノ校には、バスク研究センターがあり、2012年には、人類学者のオラッツ、 ゴンサレスはぶりつけたが、バスクパロータ、エイリチュアル、エステという書籍を出版した。ありがとうございます。